埼玉スーパーアリーナサブリンクでつい先ほど行われました練習です。練習では一人一人一度だけ曲をかけて滑ることができます。こちらが羽生のジャンプ構成。シングルループでしたね。ちょっと大きく力をかけすぎてしまいましたかね。最初のジャンプ4回転ループを予定しています。2本目の4回転、綺麗に4回転サルコー決まっていますね。昨日ショートではこの4回転サルコーがダブルサルコーになりました。はい、そうですね。ループもサルコーもエッジ系のジャンプはやはり力をかけなければ、ある程度強くかけなければうまく回転につながらないんですけども、かけすぎてしまうと力がうまく外に流れてしまうという難しさもありますので、その適度なところに力をアジャストしていかなければいけないんですよね。ですので、昨日の失敗からサルコなんか本当に特に確認しているんじゃないかなというふうに思います。この練習会場にも本当にたくさんのお客さんが入っています。トップネイサン・チェンを追いかける羽生結弦、点差 12.53 という中で、もう3つ目のジャンプです。一部のようにさらりとトリプルループ入っていますね。3種類目の4回転トーループ、そしてこの後のコンビネーションジャンプです。トーループからトリプルアクセルへのジャンプシークエンス。こちらが世界で初めてのコンビネーション。やはり試合と試合の間の一日というのは、練習をするというよりは本当に体のキレの確認であったり、本当に最後の調整の部分でもありますので、氷の感覚もプラクティスリンクとメインリンク少し違いますから、本当体のキレの確認ですよね。羽生もショートを終えて、このショートとフリーの間の1日、この練習を大切にしたいと話しました。そこでやはり安心して本番を迎えるのか、それとも少し何か課題を残すのかで気持ちの、持っていき方も変わりますから、入り方ですね。トリプルアクセル、シングルオイラー、トリプルサルコー、最後のコンビネーションジャンプです。この表情、ここまでの滑り、荒川さんどんな印象を受けますか？すごく集中して一つ一つを確認している、そんな様子に見えます。あとはやはりフィーリングですよね。一番大事に羽生選手がしている部分だと思うんですけれども、ジャンプ要素を終えた後にコレオシークエンス、そしてスピンが2つという構成です。コレオシークエンス、どんな空気に本番会場包まれるんでしょうか。つい先ほど終わったばかり羽生の練習の映像でした。さあ、この後女子の戦いはクライマックス、第3グループの演技が始まります。